皆さん、こんにちは。ビザンロープウェイは、標高2900メートル、山頂上、空の一個の境界線まで、総延長お坊さん、さて、今皆さんと一緒に登っている山は眉の山と書いて眉山と呼ばれているんですけど、ちょっと変わった名前だと思いませんか？眉山のルーツは今から1000年以上も昔、天平時代まで遡ります。